24歳の時、私は人生のどん底にいました。6年付き合って婚約までした彼には、私の高校時代の友人と駆け落ちされ、父が死に、後を追うように母も自殺。葬式やらなんやらで会社を休んでいる間に、私の仕事は後輩に回り、残された仕事はお茶組と資料整理。そしてついに彼に逃げられたことが会社に広まり、私は笑い者でした。もういっそ死んでしまおう、そう思ってからは早かった。アパートに帰り、元彼のネクタイで首吊り用の縄を作り、人生が嫌になったので自殺しますと遺書を残し、首に縄をかけました。はあ、終わる。私の人生は何だったんだろう。立っていた椅子を倒そうとした時でした。ガチャ。アパートの扉が開き、知らない男の人と目が合いました。その時の私は相当間抜けだったと思います。でもその男の人も間抜けな顔をして、この状況に困惑していました。降りてください。でもすぐにその人は靴も脱がずに部屋に上がってきました。私を抱き上げ縄を外すと、私をじっと見つめました。部屋を間違いました。それだけ言うと、その人は静かに部屋から出て行きました。私は突然のことに脱力し、そのまま眠りにつきました。次の日、いつも通りに仕事に行き、いつも通りに雑用を任され、いつも通りの時間が過ぎていきました。ですが、いつも通りではないことが一つ、私の部屋の前に誰かが立っているのです。それが誰なのかはすぐに分かりました。その人は私を見ると軽く頭を下げて、私の元に歩いてきました。昨日はすいませんでした。僕あなたの上の階のものなんですが、昨日は酔っていて、何かお詫びしたいんです。お時間ありますかね。その人は優しく素直な人でした。私と同い年だったこともあり、いくつかの飲み屋をはしごするうちに打ち解けていきました。初対面のはずが会話が途切れないのです。婚約者のこと、両親のこと、会社のこと、私が話している間、彼は黙って聞いていました。私が涙で言葉を詰まらせると、彼は優しく背中を撫でてくれました。それ以来、夕飯はどちらかの部屋で食べるようになりました。私は料理が得意ではありませんでしたが、彼の料理は絶品でした。そして半年が経ち、私の誕生日がやってきました。仕事から帰ると、あの日のように彼が部屋の前に立っているのです。おめでとう、一足先におばさんだね。彼はそう笑いながら大きな花束をくれました。その日を境に正式に付き合い始めました。私の部屋を解約して彼の部屋で一緒に暮らし始め、私は彼に甘えて仕事を辞めました。そしてまたその半年後、仕事から帰ってきた彼が100点の答案用紙を見せるようなキラキラした目で、もらってきちゃったと婚姻届を私に見せてきました。私は婚姻届にサインしながら彼に聞きました。私もあなたを幸せにしたい。あなたのためなら何でもするから、何か恩返しをさせて。彼は少し考えた後、優しく笑いながら言いました。じゃあ僕より先に死なないで。結婚式は挙げませんでした。相変わらずずっと狭いアパートで二人暮らしです。幸せで、本当に幸せで、気がつくと彼と出会って10年が経っていました。私はダメな嫁でした。上達しない料理とお弁当を毎日食べさせ、結局子供もできず、彼に甘えてばかりでした。しかし彼は私の料理を残さず食べてくれ、いつもありがとうと言ってくれました。誕生日の花束も忘れた時はありません。私を気遣い、休日は彼が家事をしてくれました。私は幸せでした。私は今病院のベッドの上にいます。先月がんが見つかりましたが、発見が遅く、よくて1年だろうと言われました。彼は毎日見舞いに来て、私の手を握ってくれます。一度死のうとした私への罰でしょうか。まだまだ彼といたいのに、私は彼より先に死んでしまうのです。先に死なないと言ったのに、そんな簡単な約束も守れないのです。本当に
私はダメな嫁ですね。休み休み書いていたら、こんなに長くなってしまいました。最後に、もう少しだけ、あなたに出会えて、あなたの家族になれて、本当に幸せでした。私を見つけてくれてありがとう。あなたの優しさが、私を救ってくれました。約束、守れなくてごめんなさい。先に向こうで待ってるから、おじいちゃんになってから来てください。愛しています。いつかあなたの元に届くことを祈って。